はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。でね、毎年恒例の秋葉原に来てます。で、何をするんだというと、ヨドバシの福袋ですね。でね、ちょっとね、毎年と違うのが、今年はですね、今1月の3日で時間も朝10時なんですよ。そんな時間にね、果たしてまだ残っているのか。で、今回のお目当てはね、いろいろ考えてはいるんですけど、せっかくなんでやっぱ使えるものを中心に見ていきたいと思います。で、1個目はヨドバシカメラで、次はビッグカメラかな、行ってみたいというふうに思っています。この道を真っ直ぐ行ったところがあります。去年はね、結構並んだんですよ。はい、今到着したんですけど、いつもだとね、この辺のね、渡ったところの道路でね、行列ができてるんですよ。もうずーっと、あっちの方まで。今日はもうすでに普通の休日っていう感じで、ほとんど人がいないです。多分ね、3日まだやってるはずなんで、正面から入ってみたいと思うんですけど、どうなってるかな。さあ、バルーン富士さあ、アンケートを、実施しています。ぜひぜひ、今見てみたけど、ほとんど売り切れでしたね。そういうことか。発売は1月の1日にされるけど、また売れ残りになっちゃうってことですね。はい、今お店を後にしました。すごいな、この人めっちゃ買ってるわ。ああ、健康美容のやつだ。で、売り残ってるのをね、チェックしたいんですけど、ブルーレコーダー、ブルーレ、レコーダーか、5万かなんかのやつとの有名キッチンのね、キッチン家電の有名と、あとはお掃除ロボットと、なんかレディースウォッチかな、あとプレイステーションプロの有名4万5000円とか、その辺のやつが余ってました。で、僕は早速これを買いました。キッチン家電、これ1万円です。20箱ぐらいまだあったんじゃないですかね。ただね、思った以上に重い、超重い。で、今からビッグカメラに行こうと思います。ビッグカメラではサラウンドスピーカーみたいな、そういうのを探して、ちょっといいのがあれば買おうかなと思います。じゃあ行ってみます。重い。はい、ビッグカメラでね、今売り残ってるのはこのね、 DVD プレイヤーだったり、コンパクトデジカメ、ポータブル水素水作るやつとか、これなんだ、スキンチェッカー、あー、美容系ですね。ゲーミングとかブルーレイレコーダー、この辺やっぱ売れ残ってますね。ロジクールゲーミング福袋、これも結構お買い得だと思いますけどね、こんだけついてて。1月の3日の、10時過ぎてもこれぐらいは買えるということですね、普通に。はい、というわけで、ちょっと次のところに行ってみたいと思います。お目当ての店に来たんですけど、その店というのがこれ、エムズ大人のデパート。ここでね、毎年ね、買うんですよ、大人の おもちゃ的なのを。さすがにそれは3日のね、やっぱ過ぎちゃって無理だ。2つともね、完売でした。残念だったね。これすごいね、しかし新しくできたんだね。もうエリオムにもちょっと行ってみたいと思うので、ちらっと見てこようかなと思います。もう1個の目的としては、サラウンドバーをね、買いたいなというふうに思ってるんですけど、今日買うかちょっと微妙ですね。今日はとりあえず宝箱、福袋をメインに買っていきたいと思います。それではまた後で。今ね、エリオンの前にいるんですけど、いや、これだけね、売れ残ってますよ。なかなかの品揃えですよ。でね、まだ3日なんですけど、結構いろいろありますね。まだまだ炊飯ジャーだったり、なんか売り切れてるのがない。しかもここ2日から4日まで、その日によって売ってるものも違うし、いや、結構ね、いいものが揃ってました。で、僕がもともと買おうと思ってた、そのサラウンドスピーカーっていうんですかね、映画とか見れるような、それも安かったんですよ。それなんで買っちゃいました。ペロリン。で、今日ね、これ買ったんですけど、全部で使ったのが2万5000円なので、まあ店員さんも言ってましたけど、だいぶお得だと思います。なので早速帰ってですね、こちらを開けて中を見てみたいと思います。性能はいかに。はい、どうも、帰ってきました。いやー、大変でした。何しろね、こいつが重たい重たい。
でこの子もまあ言っても 重いって言ったら重くはないけど、でもずっと運んでてやっぱ重いですね。そこそこでかいスピーカーなんで。でこいつは多分ね6キロぐらい、7キロで、こいつがまあ3キロぐらいあったかな、まあ、トータル、まあ、それ以上かもういろいろ持ってたんで、リュックとか。なんでやねん。こう注文で買える場合インターネットとかで、そっちの方がやっぱいいですね。上ですけど、まあ、中身としてはかなりいいものが入ってるそうです。で倍率で言うとまあ10倍なんですけど、インターネットで買うと。僕は1回もそれができなかったんで、もうパンクしちゃってたんでできなかったんで、実際行ってみたんですけど、まあ実際行ってあの手に取って大きさとかが目に見えるし、中身もあの展示してくれてたんで、それだったらそっちの方がいいかなというふうに思います。そういう中身が入ってるのかっていうのを見ていきたいと思います。こいつマジで重たいから、では早速ね開けていきたいと思います。まず1点目、すごいな、厳重だな。あーいっぱい入ってる。まず1点目がこちら。これはあれですね、あの水がきれいになるやつですね。でフィルターが入ってて、それにこう水入れたらこう飲めるっていうやつですね。ネスプレッソだ、ネスカフェが出してるコーヒーメーカーの中身ですね。でここに詳細が記されてるんですけど、種類が何種類か入ってて14カプセル入ってます。でこれあの買うときに聞いたら、これはあの店頭でももちろん売ってますし、まあデパートとかそこに行けば売ってると。で廃盤になることはほとんどないんじゃないかということで買いました。懐中電灯だけど、なんだこれ、電池式の懐中電灯でした。スタンド型低温調理器、こいつ何なんだ、よくわかんないけど高そうだ。低温調理器って書いてあるから低温調理してくれるんでしょうね。これはミニボトルブレンダーということで、野菜とかねそういうのスムージーがこう作れますよっていうのが入ってます。コンパクト燻製器です。なんか全部が入ってるっぽいですね。ちょっと気になるね。これはねチーズとかお肉とか燻製できます。こいつだ、重かったんはネスプレッソのコーヒー、コーヒーマシン、それ重たいよね。はい、これで全部かな。そうだね、まあちょっと値段が一個一個はちょっと分かんないんですけど、全部であのざっくり計算すると大体 3.6 倍ぐらいのものが中に入ってるみたいです。1万円なんだけどまたポイントがつくんで9000円で買ったような感じですね。だからかなりお得だと思います。3万6000円分ぐらい入ってるということでね、どうやって使うのかすごい気になるけどね。これはちょっとまたおいおいね使ってみたいというふうに思います。